to our friends on FM 6月11日金曜日です。ラジオをお聞きの皆さんいかがお過ごしですか。では最初に今日お伝えするニュースの項目です。ワクチン接種済みの外国人観光客にプーケットを開放するため、経済状況管理センター CESA がプーケットサンドボックスを承認しました。政府は COVID-19 ワクチンの研究開発およびインフラ構築、それにワクチン製造向けに28億バーツの予算を計上しました。 APEC 貿易担当大臣会合でタイが貿易に関する制限を緩和するよう呼びかけました。タイは今年は手工芸品の輸出が再び増えるものと見ています。では最初のニュースです。ワクチン接種済みの外国人観光客にプーケットを開放するため、経済状況管理センター CESA がプーケットサンドボックスを承認しました。プラユット首相兼国防大臣は先頃ビデオ会議を通じて経済状況管理センターの会議を開きました。この会議では7月1日からプーケットを外国人観光客に開放するため、タイ政府観光庁 TAT が提唱していたプーケットサンドボックスモデルが原則的に承認されました。これにより保健省が認めている感染リスクが中程度または低い国からやってくる観光客で、プーケット到着前に最低14日から1年間有効の COVID-19 ワクチン接種証明書を取得している人は14日間の隔離期間なしで道東を訪れることができるようになります。またワクチン接種済みの親と一緒にやってくる6歳未満の子供は無条件でプーケットに入島できますが、6歳から18歳までの子供についてはプーケット空港到着時に COVID-19 感染検査を受けることが義務付けられます。彼らにはまたタイの法律の下で登録されているまたは国際保健機関 WHO によって承認されている COVID-19 ワクチンの接種証明書を提示することが求められているほか、タイ到着時にモバイルアプリケーションをインストールすること、それにタイ国内の他の県に移動するためにはプーケットにある安全衛生基準 SHA プラス基準を満たしたホテルに14日間連続で滞在することが義務付けられています。 CESA はこのほか、高い可能性を秘めている外国人を引きつけるための投資および景気刺激策も承認しました。この政策では富裕層フレキシブルプラスプログラムの下で高い購買力を持っている投資家、裕福な年金生活者、それに高い技能を持っている専門家といった4つのターゲットグループに焦点を当てています。
スパタナポン・バンミーチャオ副首相兼エネルギー大臣は、この件についての詳細を詰めるため、各関係機関に協力するよう指示を出しています。次に、政府は COVID-19 ワクチンの研究開発及びインフラ構築、それにワクチン製造向けに28億バーツの予算を計上しました。政府はこれにより、タイを域内におけるワクチン製造拠点へと発展させたい意向です。首相府のアヌチャ・ブラパチャイ氏報道官は、この予算は DNA ワクチンの開発・製造に取り組んでいるバイオネットアジアや、臨床試験用のプロトタイプワクチンの開発を行っている国家科学技術開発機構を含め、国や民間機関による研究を支援するための資金として、すでに国立ワクチン研究所に割り当てられている。この資金はこのほか、国内で開発されている植物をベースとした COVID-19 ワクチンの開発に取り組んでいるバイアファイトファームズ社のテスト用資金、国立バイオ医薬品製造工場への COVID-19 ワクチン製造設備準備基金としても使用されることになっていると述べました。この資金はこれら以外に、ワクチン研究センターやチュラロンコン大学にある国家霊長類研究センター、それにサイアムバイオサイエンス社にも提供される予定です。次に、 APEC 貿易担当大臣会合でタイが貿易に関する制限を緩和するよう呼びかけました。ジュリン・ラクサナ・ウィシット副首相兼商務大臣は、先ごろ開かれた APEC 貿易担当大臣会合の中で、タイ政府がタイ人の誰もが COVID-19 ワクチンにアクセスできるようにするとともに、国境を越えての商品輸送に関する制限緩和や医療用品に対する関税の免除に取り組んでいる旨を強調しました。同大臣はまた、今回のパンデミックはビジネス界や域内の経済成長に影響を及ぼしている。これまでタイは中小企業や零細企業にも彼らの商品を輸出する機会を提供するため、オンラインでの取引やビジネスマッチングなど新たな形での取引形態に自らを適応させることにより今回の危機に対応してきた。タイは国をまたいでの移動に関する制限の緩和を呼びかけることにより APEC 加盟国間のコネクティビティをサポートしたい。タイは7月1日からいわゆるプーケットツーリズムサンドボックスと呼ばれるプロジェクトの下で、プーケットをCOVID-19 ワクチンを接種済みの外国人を隔離検疫なしで迎える最初の県として観光産業を再開する予定だと述べました。ジュリン大臣はその上で、タイ政府はまた COVID-19 収束後に向けた経済復興モデルとして、バイオサーキュラーグリーン BCG 経済モデルの開発など持続可能な貿易観光もサポートしていると付け加えました。次に、タイは今年は手工芸品の輸出が再び増えるものと見ています。タイのサポートアーツ&クラフト国際センターは、世界経済の回復やロックダウン対策の緩和、それに COVID-19 ワクチンの幅広い流通を考慮しての全体的な輸出見通しに沿い、今年は手工芸品の輸出も再び増えるものと予想しています。同センターのカオンポン・エクアトポン所長は、我々は世界の消費者らは景気回復に対する自信を深めており、在宅勤務が増えてきていることから、環境に優しい製品への出費をはじめとして彼らの出費も増えてきていることが分かった。タイからの手工芸品輸出高は今年の1月と2月に前年比でそれぞれ 12% と 20% 減少した後の3月、221億バーツと前年の同じ月に比べ 12.1% も拡大した。3月の輸出高が伸びたのは、ロックダウン対策の緩和や経済活動が活発になった後、貿易相手国からの需要が急増したおかげだ。輸出高が最も高かったのはシルバーやゴールドの手工芸品で、これらの輸出高は合わせて100億バーツにも上った。その次に高かったのはその他の手工芸品で、その輸出高は62億6000万バーツだったと述べました。今日お伝えしたニュースは次の通りです。
ワクチン接種済みの外国人観光客にプーケットを開放するため、経済状況管理センター CESA がプーケットサンドボックスを承認しました。政府は COVID-19 ワクチンの研究開発およびインフラ構築、それにワクチン製造向けに28億バーツの予算を計上しました。APEC 貿易担当大臣会合でタイが貿易に関する制限を緩和するよう呼びかけました。タイは今年は手工芸品の輸出が再び増えるものと見ています。続いてニュース展望です。今日は新南部で観光アトラクションとなりつつあるストリートアートというニュース展望をお伝えします。タイにおいてストリートアートは人や様々な活動を描いた絵を通して各地方の文化的な生活様式やコミュニティの歴史を表現することで多くの観光地と結びついています。ここ数年、南部国境圏にあるストリートアートが地元住民の間で人気を博してきており、それを見るためにやってくる観光客も増えてきています。例えばヤラーバードストリートアートアトラクションは2017年にヤラー県ムアン郡で開始されました。今日ヤラー市では14カ所でストリートアートを見ることができます。ヤラー市を訪れた観光客はムアンサクン通りを散策することでそれらの全てを見ることができます。鳥の町として知られているヤラー市では観光促進と鳩を飼うという共通の関心を持ちつつも異なった宗教を信仰している住民間の社会的調和を促進するため町の主な文化イベントとして毎年 ASEAN 長生鳩の長泣きコンテストを開催しています。ナラティバート県のスンガイコロック郡では2018年の12月、カラーオブコロックがオープンし、スンガイコロック国境検問所前の公園の壁にグラフィティが施されました。ここにはタイ人および外国人のアーティストがストリートアートを描いています。これらの芸術作品は今やスンガイコロックを訪れる人にとってのチェックインポイントやカラフルなアトラクションとなっています。パタニ県のストリートアートはムアン郡にある女神を祀った神社リンカオニオゴッドネスシュライン近くのアノール通り通りで見ることができます。アノール通りにはパタニ県の古い中国人コミュニティがあります。ここでのストリートアートでは竜のデザインや海と関わっているパタニ住民たちの生活様式、南部の伝統的な漁船コラエボート、それに地元のビーチなどが描かれています。ヤラー県のベトン郡でもベトン郡が町の創立111年を祝った2017年からストリートアートを見られるようになっています。今年の1月にはタイ全土から30人を超えるグラフィティアーティストが集まり、30カ所に地元文化の数多くの面を表現したストリートアートを描きました。これらのアートは今ベトンのランドマークやチェックインポイントとなっています。これらのグラフィティはソーシャルメディアでも取り上げられ、このことがベトンへの観光を後押ししています。今日は新南部で観光アトラクションとなりつつあるストリートアートというニュース展望をお伝えしました。以上、今日のニュース、ラジオタイランド、宮井義明でした。ラジオタイランドの日本語放送は毎日タイ時間の午後8時から日本時間の午後10時からそして GMT では13時から15分間放送しております。これで本日の放送は終了いたしました。 That concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 13